こんにちは、あるいはこんばんは、岩田一郎です、はい、ということでね、今日もね、これは確かに岩道もしくはお呼び岩ダーズで大変めでたいニュースですよね。ということでね、それにちなんだ質問いただいたので、読んでいきたいと思います。院長が恋のキューピッドになり、患者さん同士でカップルが誕生したことが岩ダーズの中で大変話題ですが、過去本当にめでたい、人に紹介したくなる男女の条件ってどんなものがありますか。あらさ、女性からですね。はい、そうなんですよ、実はその、はい、ユアンドの患者さんでありユアンド TV のリスナーの2人が今現在付き合っていると。で、誠に順調、現時点でね、現時点で誠に順調であるということをなんですよ。はい、これはね、非常にめでたいんですけれども、まず僕がね、人に紹介する条件っていうのは絶対条件があって、これがあったらこの人はちょっと紹介できないなっていうのが、飲む打つ買うってあるじゃないですか、はい、ダメ男の要素。別にお酒飲んじゃダメとかするんじゃないんだけど、そのなんかお酒飲まれちゃう人とか、爆注する人とか、女性にだらしない人、もうこれも3ダメですよ。まずこれがあるかないかですね。これはもう超重要ですね。はい、まずね、ギャンブルをしてるっていう人は、まあ、一切人に紹介できないです。ギャンブルって一つも得がないんで、スリルに金を溶かしてるだけなんで、実際に勝ってますよとかっていう人はますますダメです。そうですよねって言えないとダメですね。はい、それしか趣味がないとかね、はい、言うんだったらまだわかるんだけど、そのスリルに金払ってそれが溶けてくんで、よっぽどお金が有り余ってても趣味とかたしなむ程度っていう単語も僕は基本的に許さないですね。はい、許さないっていうか、個人はいいんですよ別に。はい、それが友人だとしても別に何も思わないですけど、女性は紹介できないです。もうしないです。はい、もうどんな小さなギャンブルでも基本的にはダメですね。はい、僕はギャンブルすごい嫌いなんで、ギャンブルしてる、ギャンブル好きっていう人は一切人に紹介しないです。このケースはですね、男性の方の患者さんが僕の患者さんで、俺がね、ライブ配信中に荒ぶってね、昔ね、最初の頃、チャットがさ、流れて、もううるせえ、全員来いって。俺が本物見せてやるんですよ。酔っ払ってさ、もう仕事なんか増やしたくないのにさ、もういいからやったら来いみたいな。はい、つって、僕が担当することに、荒ぶっちゃったせいでね、僕が担当することになっちゃったんですけど、まあでもね、すごくね、性格のいい人で、なんだろう、信用できるっていうか、はい、その飲む使う的な部分では、まあ基本的にそんな問題ないのかなって、まああくまでね、知ってる範囲ってほんと、10分20分のね、あれでしかなかったりもするし、でも、ユアンダーズですよってことで、チャットでの会話とかね、そういう部分でしかない部分ももちろんあるんだけど、まあ、本能的というか直感的に、その彼は幸せになってほしいなと、はい、思ったんで、誰か紹介できる人いたらなっていうふうにずっと考えてました。はい。それで、相手の女性は僕の担当の患者さんではなくて、他のスタッフが担当してる患者さんなんだけど、すごく協力的ですね、気持ちの、まあ、なんて言ったの、気持ちのいいやつって言ったらちょっと変な表現なんだけど、まあ、少年のいい子っていう感じですね。はい、ノリもいいし、行動力もあるんで、まあそういう人こそ向いてるなと。はい。だその性格が見えてる人、ある程度ね、こちら側に伝わってる部分として、で、これ一回会ってみればって感じですよ。必ず付き合いなさい。君たち絶対会いますよっていうのはないです。わかんないんで。で、それでうまくいこうがいく前が、あ、ちょっとダメでしたって言うんだったら、それでいいと思うんです、全然。なんだけど、まあそういうところで、まあ紹介できるかなっていうところですよね。あとまあね、やっぱりちゃんと恋人が欲しいっていうのをちゃんと言ってくれてる人じゃないと難しいですね、特に女性は。はい、これはもう絶対条件だと思うんだけど、いい人がいればぜひ紹介してくださいと。はい、そう思ってる患者さんいたらね、言ってください。はい、そしたらね、まあその来てる範囲とか知り合いの範囲とかでね、あ、この人いいんじゃないかなって思う人がいれば、多分紹介すると思うんですけど、あとはね、僕がね、こう人を選ぶ、人へ、まあ選ぶって言ったらさ、偉そうなんだって言い方だけどさ、こう付き合う上での、まあ絶対条件、自分自身がね、その恋人として付き合うならっていう部分で、これだけ外せないなっていうのは心身の健康ですね。まあ体はある程度いいんだけど、
その心がね、こう健康じゃないとね、引っ張られちゃうんで、はい、なんかそのどっちかがやっぱりメンタルが強いっていうか、その包容力がある状態であるべきだなとは思ってますよね。はい。なので、まあそういった要素を鑑みて会ってみるのはどうですかみたいな。はい。まあ、ちなみにね、僕のね、僕と48か、10個もさばいてて48になるんだけど、僕のね、すごい信用してる人でね、1個目の人がいてね、おじさん好きの人いませんかね。まあ整体師じゃないんだけどね。はい。もう、めちゃくちゃ信用してる。言わんどうで関わって、そうですね。一番信用してる整体師ではない。仲間っつうのか、スタッフっつうのか、まあ仲間、友人というか、ちょっと立場的には難しいんですけど、まあ俺の会社に関わってくれてる人で、まあめちゃくちゃずっと長く付き合ってて信用してる人がいて、僕ね、一個上なんですけどね。出会いがないんですよ。もしね、そのぐらいの年の人がめちゃめちゃ好きなんですよねっていう人いたら、はい、僕の会った時にそっと言ってください。はい、いるよ、いるいるっつって、はい、そんな感じですね。まあやっぱ直感的なもんだよね。でなんかこう、これはね、実業家で YouTuber のエラテンさんっていう人が出した書籍で、ショボコンのすすめっていうのがあったんですけど、まあ僕それ買って読んだんだよね。ちょっと面白そうだなと思って。それこそこういうケースも多いんで。で、例えばこう、女性側が誰か紹介されたとするじゃん。まあ、男性側でもそうです。誰か紹介されたとするじゃん。例えばこう、こんな人この、何なのこれみたいな。と思ったらするじゃん。それはね、もう、間違った考えだし。こんな人じゃなくて、あなたは傍から見たら、その程度の人なんだって。なんだって。だから、その、旗から見たら、その、合ってるんだって。だから、それは自分を見誤って、めちゃくちゃ金持ちのイケメンじゃなきゃとか、めちゃめちゃスタイルのいい美女じゃなきゃとか、そうやって思ってるやつは、結婚でとか、恋人とかできないし、そういう人は人に紹介できないんです。ちょっと会ってみたらで、この、お付き合いしてるね、リワンダーズのね、校長生の人は。じゃあ、行ってみるっていう。もう、僕ね、そういう子すごい好きなんですよ。じゃあ私行ってみるわっつって、はい、勢いのある子が大好きなんで、そうやってすぐ行動に移してくれるような人は本当にすぐ紹介したいなと思いますね。なんでね、まあ、悩んでるっていうか出会いがないとかね、そういう人いたらね、言わんどりはね、男性はそんなに大量には来ないですけど、まあちょくちょくはもちろん来てるんで、はい、いい人とかも髪見えそうな人がいたら紹介しますよ全然。はい、それを逆に言うと仕事にしたいぐらいですね。ご成婚料みたいな、はい、ということで、ご理解していただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。